なあ、クズハ。何お兄ちゃん。どんな感じ？あ、普通。普通だよね。うん。おっしゃー！変なお兄ちゃん。うわ、何このゴミ。それ俺の。後で出すから気にしなくていい。たくさんあるね。これお兄ちゃん、せっかくのお年玉をつぎ込んで買ったのに。いいからいじるな。買った時にこれで世界は俺のものだとかなんとか言ってなかったっけ。言ってないです。言ってたよ。あの頃よく変なコート着て。うるさいよ。余計なこと思い出さなくていいの。おはよう。お母さん、今日はお兄ちゃんの入学式だよ。覚えてる？お、そうだった。別にいいよ。お兄ちゃん、大変大変。なんか高梨さんのところに届けに来たんだけど、いつまで経っても戻ってこないから預かってくれって。なんて引っ越し屋だ。お前のか。管理局の妨害により帰宅が遅れてしまった。計画では15時に帰宅し、お兄ちゃん、この人は上の高梨さんの妹だ。一緒に暮らすんだって。そうなんだ。なんだってこんなにあるんだよ。一人の荷物にしては多すぎないか。すべて大切なもの。この中全部ガラクタじゃないだろうな。お兄ちゃん、私お夕飯買ってくるから。ゆうた、頑張らなくちゃ。何をだよ。あの、その目は。気にするな。別に悪いわけでも何でもない。蛇王心眼はそもそも闇の力を聖なる力で拒した。お前も説明しなくていい。了解した。消えろー。はい、有名派ダメだろう。勝手に持ってきちゃ。かっこいい。かっこよくない。かっこいい。それ背中に装着したら完璧。完璧。昔お兄ちゃんやってたよ。黒いコート着て背中にそれつけて。クズハ。あれ、お兄ちゃんは？リッカちゃんのところ。あ、なになに、気になる？覗き行っちゃう。なんで、別に気にならないよ。どうして？思春期の男女だよ。このままじゃクズハのお兄ちゃん、あの泥棒猫に取られちゃう的なのないの？別に、もうそんなこと言ってるとパパに怒られるよ。さっきジャカルタに電話したら、おう、覗いてこい覗いてこいって言ってたもん。まったくこの夫婦は。お兄ちゃん、なんか焦げ臭い。じゃ、行ってきます。お母さん、行儀悪いよ。しょうがないでしょ。ほら、ゆめは。バイバイ。バイバイ。子供には会わせてね。え？ちょっと、ゆめは？私が教えたんだ。あ、ちゃんとな。じゃ。はい。はい。またチンジャオロース？文句言わずに食べる。チンジャオロース。クズハ、ゆめはを着替えさせて。こっち来て。チンジャオロース。お兄ちゃん、高梨さん来たよ。リッカ。はーい。おはようおはようございます。今お兄ちゃん呼んできますね。あの、はい。ゆうたくんをお願いします。はい。あのな、おはよう。手紙届いてたから机に置いといたよ。ああ、いいよ、私やる。いいのか？だってまた食器割りそうなんだもん。え、そんなに割ってるか？おお。高梨さんがいなくなって寂しくなったのはわかるけど。別にいなくなってないだろ。つうか寂しくないし。え、知らないの？夕方、引っ越し屋さんが来て。ただいま。あ、こんばんは。クズハ、お前なんで？帰ってきたんだよ。新学期から私だけ戻るって聞いたでしょ？聞いた？誰から？お母さん。リッカさんと一緒に？いいんじゃない？え？だってリッカさん部屋ないんでしょ？うち部屋余ってるし。はい。あっさりと終わりを告げ。ごめん、取り込むの忘れてた。いや、
今日はリカが当番だったよな。でもいいよ、今までもやってたし。ダメだ、もともとリカが言い出したんだし。できた。じゃあおこんと無が闇鍋。自分で闇鍋って言っちゃってるじゃねえか。リカさん、明日からご飯は私とお兄ちゃんに任せて。理解した。ならば私は他のミッションを担当する。それもほったらかしだから結局当番制になったんだろ。いるのか。さっき帰ってきたよ。ちょっと何今の音。さとねちゃん。何者。クズハだよクズハ、忘れたのか。クズハクズハ。嘘、こんなに大きくなったの。3年ぶりだもん。さとねちゃんはあんまり変わらないね。びっくりだよ、このままだと魔界無接触中くらい大きくなるね。無接触？ユウタ、たった今起動した大至急砲。暴れるな。なんで私だけ。リッカ、早くカバン置いてこいよ。今日七宮の両親仕事で遅いらしいし、ここで夕飯食べていくからさ。いいだろ。嫌ならここでどっちが上級魔法少女か決めてもいいよ。いいからやめろ。聞くね勇者。まったくお前は。さとねちゃん、あの頃いつもお兄ちゃんと一緒にいたもんね。輪廻回路を探すには勇者の力が必要だったんだ。でも勇者の拠点がこんなところにあったとは。七宮、俺んち知らなかったんだっけか。勇者がたとえ味方であっても教えるわけにはいかないって。私は何度も尾行したんだけど。そうだ、あったなそんなこと。朝出るときにいつもお兄ちゃんに注意されてたもん。尾行されてないか細心の注意を払えとか。それで蛇王神眼はどうしてここに。敵に話す必要はない。あのな、リッカちゃんもともと上に住んでたんだ。でも手違いで住むところがなくなっちゃって。え、じゃあ現世に拠点がなくさまよっているんだ。すごいじゃん。や、闇のものならば当然。そもそもこっちの世界においては存在していない時間も多い。ここに今日構えているのもあくまでユータとの契約があるから一時的なものに過ぎない。居候の割に上からだな。契約って。蛇王神眼による契約。育成層の時を経て結ばれている。そうなの。いや、まあ契約っていうか付き合ってるんだよ二人。え、クズハ。慣れろ。蛇王神眼な、何。勇者、そろそろ帰るね。え、もうかよ。うん、ソフィアは天使との戦いに備えなきゃいけないからね。あ、おい。あ、引っ張るな。お兄ちゃんお風呂沸いたよ。じゃあごゆっくり。あ、おやすみ。って、ちょっと、ちょっとです。キャー、塩吐きしよう、クズハ。そんなことよりお兄ちゃんたちさ、寝ないんじゃなかったの。あ、私やりますから。いいよ、私たちもこれしてたところだから。退屈した。は？そんなことよりダークフレームマスターとマスターについてです。荒れてるね、ペコちゃん。当たり前です。デコモリはいつも二人が一緒にいたいであろうと気を使っているのに。痛いんだか痛くないんだか。それはわかる、うちでもそうだもん。え？なんかいつもコソコソして私が悪いみたいで。わかるディス、わかるディスよ。ダークフレームマスター&ゲルゾリ暗殺リトルシスター。クズハでいいよ。クズハちゃんはお兄ちゃん好きなんだね。そんなことはないけど。今頃どうしてるかなみんな。マスター、なぜ出ないのディスク。もう寝たんだよ。もしやダークフレームマスターと。大丈夫だよ、あの感じじゃきっと何もないよ。よいしょっと。少し痩せないとダメだな。お、はいはい。はい、トガシです。七宮です。え、サトネちゃん。急にごめん、知ってたら教えてほしいんだけど。またクズハ。もしもし。お兄ちゃん、何やってるの。またか。去年のようには行かないですよ。さすがに混んでるな。あふれるような腐れ一般人、芋を洗うがごとくたまれるがいいです。おーい、富樫くん、リッカちゃん。
構大きいじゃない。ザ・クミン先輩って感じの店の名前ですね。勇者七味は来てたのか。私が呼んだ。え、援軍は多い方がいい。それにみんな私の友達で、富樫くんに妹のクズハちゃん。いえ、こちらこそお家に泊めてもらってすみません。ほんと、逆に私たちでお力になれるか心配です。大丈夫よ、大抵のものは揃ってるし。それにもともとそんなに儲かってないから、売れなくても気にしないで。じゃあ、あとお願いね。はい。なんかクミン先輩のおばさんって感じしますね。よし、じゃあみんなやるわよ。これがメニューね。かき氷にジュース。じゃあ俺は。お兄ちゃんはこっちで調理、私も手伝うから。はいはい。またまた。相変わらずああいう交渉に関しては長けてるな。本当助かるよ、ペコちゃんたちも頑張ってくれてるし。商品名を勝手に変えるな。もうちょっと待っててくださいね。すごいね、クズハの焼きそばはうちでもうまいってみんな言ってましたから。でもまさかここまでとは。私ちょっと手伝ってくるね。ああ、すいません。てん、何かけてんだよ。クラーケンのダークブレス。イカスミな。そうとも言う。そうとも言うじゃない。食べ物で遊んでないでお前も働け。すまん、カプチーノ一つもらえるか。イタリアに来るか。え、勝手に妹の将来を決めないでください。あれが噂のプリースです。いや、偽物かもしれない。分離した別個体という可能性もある。今年で7歳になる。7歳ってことは、トウカさんがいくつの時の。そうだな、17か18だったか。嘘ですよね。嘘だ。イタリアンジョークだ。びっくりしたか。なぜ笑わない。笑えますか。修行先の店長の娘。名前はチェント。やたら日本の時代劇が好きで、一度日本に連れて行けとうるさくてな。もらった。それで口調があんな感じなのね。なんで意外と会話が噛み合ってるのよ。さすがに返事に窮するか。そりゃそうよね、止めた方がいいんじゃないの。まあ子供の力だ、大丈夫だろ。狭いところでごめんなさいね。いいえ、お構いなく。ミョルニルトルネード。いった、何するのよ。がっつり売るからね。それ全部作るんですか。昨日あれだけ評判になって売り切れちゃったのよ。大丈夫、噂も流しておいたし。ほら、チャンスでしょ。この海水浴場一の海の家になりたくないの。別に。かぁ、欲がないわね。ほんと、トガシ君と一緒でぼやっとしているというか、のんびりしてるというか。森様ちゃん元気だね。ええ、クズハもマイペースで。マイペース？私にはすごくやる気に見…なあ、多分ちょっと対抗心が芽生えたんじゃないかな。これで、はい、完成。はぁ、リッカちゃんかわいい。どう？苦しくない？武器が取り出しにくい。武器？シュバルツゼクスパーフェクトカスタマイズゲルトニアンサス。そんなの持ってっちゃダメだよ。ダメ、これは肌身離さず装備していなくてはならない。邪王神眼にとって命。あ、わかった、お兄ちゃんにもらったからでしょう。ほんと熱々なんだから。痛い痛い痛いよ、リッカちゃん。うん、町内会長さんにバイト代弾むから絶対来てくれって。大変だな。サトネちゃんは？七味はリカが誘ったみたいだけど、用があるとかって。うん、言うた。すでに町内会に捕まって。大変だね。お兄ちゃん、あ、サトネちゃん。うん、お兄ちゃん、リカちゃんいないよ。え？さっきちょっと目を離したら。あいつ。どうしよう。七味は。今夜はブルームーンだよね。うん。多分。気づいてたんだと思う。今夜が青き月の夜だってことに。青き月？キベラが？そうなの、赤ちゃんが生まれたの。なんだって？お兄ちゃん早く帰ってきて。わかった、すぐも。あ、帰ってきたみたいだよ。
きた。ただいま。いい子にしてたか。お兄ちゃん、それどころじゃないよ。これって帰ってこないってことだよね。気にしなくていい。そのうち帰ってくるよ。ご飯も用意しなくていいからな。本当？ゆうちゃん、本当にいいの？探しに行った方がいいんじゃないの？平気だよ。もう遅いから寝ろよ。うん。じゃあおやすみなさい。七味や。チャオシンがこの地を去るの？お兄ちゃんどうなってるの？私の荷物が。まさか別世界線に迷い込んだ。そんなこと言ってる場合か。やい引っ越し。まさか事態はフェーズ3暗黒階層まで進行していたと。チャオシンガン、それでいいの？いや、トウカさん、こいつ言いたいだけです。大学は？大学はどうするの？大学進学するつもりなのか？チャオシンガン契約は絶対。ゲルゾニアンサスと行動を共にするために必要。いけるのか？一応頑張ってはいますが。期末試験の結果は？今はない。いいだろう。明日学校に行って確かめ、それで判断する。いいな？本当に綺麗だね。どこ行ってたんだよ、母さん。女にはいろいろあんのよ。じいちゃんが泣いてる。おお、久しぶり。久しぶりである。元気だったか？理想を。お前の新居の鍵だ。ああ、同棲は解消しろ。どんだけ遠くに投げんのよ。戻らないんだろう。私もそう思ってたんだけど、お産の後も全然体重減らないんだよ。ご飯の量もだいぶ減ってるのに。のソフィア、こんばんは。さとねちゃん、いつからいたんだ。やめろ、ここは富樫家の食卓だ。非武装地帯だ。ち、命拾いしたな。そちらこそ。およ、ご飯？さとねちゃんの家でももらってるの？そうなんだ。やはりきついな。うわ、トウカさん、いつの間に来たんですか？いつでも様子を見に来られるよ。私が合鍵を預けたの。トウカさんもリッカちゃんのことが心配だろうし。いいか、キメラ、私はもう日本の店にはいない。だから毎日やってきて料理長から餌をもらうんじゃない。ひょっとしてキメラ、トウカさんのところにも行ってるんですか？ああ、前に私が勤めていた店だがな。そこの料理長に毎日餌をもらっているらしいんだ、こいつは。じゃあ、キメラが一向に痩せないのって。フォトジェニックなものがあるよ。クズハー。はい、どうしたの？では、フォトジェニッカークズハよ。写真に入ることを許可しよう。フォトジェニッカー？え？あの、これ SNS とかに載るんですか？もちろんだよ。拡散拡散。ちょっと恥ずかしいな。クズハ、大丈夫。光のものには見られない特別なプロトコルコードを使用する。暗号を知る者しか入れないヒドゥンフォーラムです。不特定多数の人間には見られないです。あれ、もしかしてクズハちゃん、好きな人に見られたくないとか？青春だね。そういうわけじゃないんですけど。そろそろクオンの時も終わりかな？はい、おしまいです。これで冒険の書はバッチリだね。ダークール、我らの記憶はリンネの流れへと組み込まれた。つまり永遠。永遠です。思い出に私なんかが入ってよかったのかな。私の思い出作りに付き合ってくれてありがとう。写真大事にするね。契約完了。それでは
これより打倒睡眠バトルロワイヤルを開始する。誰この声。シュバルツゼクスプロトタイプマーク4が展開する正気因果率断絶兵器はあらゆる魔力攻撃を遮断する。今のうちにみんなは脱出を。立花お姉ちゃん気をつけて。行くわよユメハ。立花すごい。私トガシクズハって言います。これは私のお兄ちゃんトガシユータがまだ中学2年生でちょっと変だった頃のお話です。ああお腹いっぱい。お兄ちゃんご飯冷めちゃうよ。すまん妹よ、これを食するわけにはいかない。え？立つことが必要だ。お兄ちゃん、これから6時間の瞑想に入る。その間は一切人と話すことはできない。ゆうた？あんた何するんだよ。何なのよこれは。何なのそれは。あ、学校で流行ってたあのデュエルなんとかってカードだ。違うよ。大丈夫だよ一人で。ダメ、ついて行ってもらいなさい。お兄ちゃんまだ？待たせた。は？月は出ているかと聞いている。うん、多分。ならばこれか。その時私は思いました。でもやっぱり普通がいいです。ご無沙汰しております、富樫クズハです。これはお兄ちゃんがまだ中学2年生でちょっと変だった頃のお話です。星だ。当たり。どうやらこの体にも慣れてきたようだ。さっきから全問正解だよ。じゃあ、これは？ふん、簡単だ。ふん、今日はこのくらいにしておこう。能力を使いすぎると世界に渦巻く魔力の剣牙に影響を与えかねないからな。バカ者！勝手に剥がせてない！親に向かってバカとは何ですか！それだったらお兄ちゃんベランダにも。お兄ちゃん何やってるの？近づくな！今近づけばお前の存在は怪人にキス。え？過小の夜、無数の見えざる妖精がこの地に降り注ぎしとき、暗黒神ベルゼルシファルの力がこの身に宿る。今の俺は、静まれ俺の右腕。けせかちょっとお兄ちゃん大丈夫？痛い。母さん買い物していくから先に戻ってて。俺にはやらねばならぬことがある。構わず行くがよい。クズハ、お兄ちゃんお願いね。うん。この匂い、奴らやはり俺を休ませてはくれないようだ。クズハ、後ろを頼む。え？立っていてくれればいい。さらなる暗黒魔導が注入されたこの体、そう簡単に壊れはしない。え？誰もいないよ。いや、いる。そこか！お兄ちゃんダメだよ、そんなに動かしちゃ。
ちゃん。妹よ。何？俺の体はもう長くはない。さっきと言ってること変わってるよ。幸せにな。クズハちゃん。あ、ミカちゃん。お兄ちゃん怪我したの？うん、足の骨にひびが入ったみたいで。そうなんだ。かっこいい。え？もしかしてうちのお兄ちゃんはかっこいいのかもと、その時私は思いました。でもやっぱり普通がいいです。すみません、大丈夫ですか？これはお兄ちゃんがまだ中学2年生でちょっと変だった時のお話です。今日はみんなでキャンプに来ました。お兄ちゃん早く降りて、後ろ疲れてるんだから。かっこいい。そうかな。うん、お兄ちゃん、ご飯炊くからお水汲んできてくれる？うんうん、そこの水道から空いてるペットボトルに汲んでね。あ、お兄ちゃん、山に入ったら危ないよ。ねえ、お兄ちゃんってば。クズだ、危ない。少し気が緩みすぎていたか。クズ、気をつけろ。そこら辺に魔獣の卵が転がってやがる。ただのイガグリだよ、お兄ちゃん。どうやら俺たちは奴の巣に迷い込んだみたいだな。自分から来たんでしょ。そこか。お兄ちゃん、売れてないものを落としちゃダメだってば。クズ、お前は一足先に逃げろ。俺はこいつらを片付けてから行く。じゃあ戻るけど、売れてない栗落としちゃダメだからね。ゆめはも混ぜる。危ないからダメ。一体何してきたの、お兄ちゃん。ちょっと大丈夫？お兄ちゃん、お兄ちゃん。まったく大した怪我じゃなかったからよかったけど、木から落ちるなんて。おいしいね。うん。ねえお母さん、あれ美味しくないよね、絶対。ゆうた、こっちでみんなと一緒にカレー食べなさい。美味しいわよ。かっこいい。え？クズハちゃんのお兄ちゃん、いつもかっこいいよね。その時私はちょっとかっこいいかもと思いました。やっぱり普通がいいです。